件名、私はジャイアンの馬場です。一言目、アポ。世の中の人は私が死んだと思っていますが、実は生きているんです。でも死んだことになっている以上、日本にはいられないので、今、そんな。あ、僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキロです。スパム DM の文面を堪能しよう。スパム DM、Twitter ですとかインスタとかでですね、あると思います。スパムね、来ることあるね、いろんなスパムがやっぱ来るんですよ、お金が入りましたよ、手に入りますよ、もありますし、まあ僕なんかも特に、あなたと、暖かい夜過ごしたい、はいはい、みたいなのが大量に来るんですけれども、まあこれで騙された人がいるから、このスパムというのはなくならないわけですよね。ああ、そうか。でも僕ら見ちゃうとやっぱその、笑っちゃうというかスパムすぎて。ね、人間の文章じゃないだろうね。そうそう、人間の文章じゃないよね。かといっても今 AI ってあんなに今すごいのさ、チャット GPT とか。なんでこんなに下手な文章なのって思うんですよね。なのでちょっとスパムの DM の文面をちょっと、堪能する、味わう、という企画をやって、はい、で、まあ一応これもでも、バキドーチャンネルというのは童貞が見るチャンネルですから、はい、まあそうやって啓蒙というかね、はい、警告、こういったものはスパムですよっていうね、騙されないでね。にもなりますし、皆さん来たやつを見ていきましょう。文章が変ですよね、やっぱ。こんにちは。市内の性サービスが必要ですか？愛しの気持ちブローカー。LINE 何々を追加してください。市内の性サービス。そんな。国のものじゃないですか。そうね。あんまりね、エッチなことを市内か市外かで考えたことない。いや、そうだよね。いやー、面白いですね。いろいろ。これなんだろう、これもほんとベタだけど、この、こんにちは、はじめまして、何度もお邪魔して申し訳ございませんでした。少しお時間いただけますか、お願いしますって。これ多分スパムじゃない？この点とか入るって何なんだろうね。確か変なとこに濁点打ってる。そうそう。これがなきゃ俺たち騙されて LINE すんのに。そんなにそこ一箇所だけ濁点だけ。何なんでしょうね、これをね、やるのは。多分同じ文章を送り続けると、それが、それ自体がスパムにされるから。ちょっと変えるために。変えたりとか。で、点だったらバレないだろうって思ってるのか。なるほど。すごいよね。たまに、来るのが、アジア系の中国とか韓国系の美女のアイコンで連絡来て、はじめまして、日本のそばはどこが一番有名ですか？で、私はうどんしか食べたことがなく、とても美味しいと思いますので、もっと知りたいです。ありがとうございます。で、この飲食店とか、なんかお店教えてみたいなやつたまに来るんですけど、へこの人プロフィールが身長167センチ。体重82グラムってなってて。あ、本当だ。82グラムだ、この人。ここで、ああ、ダメだ、ダメだって思ってた。確かに。大さじ、すごいな。僕はいつもノーマルでオナニアをしてるんですが、それに飽きてました。そこでお二人に、どのオナニー、オニャンニーが一番気持ちいいか、YouTube の企画で検証してもらいたいです。僕の息子たちも一番気持ちいい形で外に飛び出したいと思うので、どうかご検討よろしくお願いします。これはスパムじゃないけど、キモいやつ。スパムと同じとこに入ってたけど、来ていたはず。最初から弾かれてたやつね、最初から。おにゃん。これがあるか分かんないよね、人の時があるから。返信が来るまでおっぱいと送り続けます。1日目、おっぱい。で、そっからないやつが返信してないのに、返信してないのに、もう諦めたんだ。なんだこいつ。あ、これもどうだ、スパムかな。クッピーさん、はじめまして。いつも動画楽しく拝見してます。先日、大学に進学することができました。日々楽しく過ごしています。そのグッピーさんや秩岡さんや浦方さんが面白い動画を上げてくださっているおかげです。本当にありがとうございます。さて、グッピーさんといえば童貞ですか？女性で卒業するという前時代的な固定観念にとらわれていませんか？今は多様性の時代です。ぜひご一行くださいませ。一般のふりして、突如知り合いの差し出してきた。そうね。これ、エロスパム。スパムではないと思うけど、
うん。でも、そうね、誘導がちょっと鮮やかだったから、これは人間のテクだと思う。ああ、なるほど。これ鮮やかだよね。鮮やか。FF ガイ、失礼します。うん、現在中2です、うん。彼女にセックスに誘いたいんですが、うん、どうすればいいでしょうか。経験人数の多い軍備さんなら分かると思いまして。スマホ投げとしてパンってクソスパムがよスパムするわよ12で彼女なんて言うやつ見えんだよスパムだよ AI かそうですねスパムそれはスパムだな人間じゃないスパムだよ、こんにちは、はじめまして、〇〇と申します。最近急に迷惑アカからのフォローや DM が増えたため鍵をかけました、うん、そして、グンピーさんのフォロワーを見て、うん、エロアカがやってきてる可能性があると思い、うん、一旦グンピーさんのフォローを外させていただきました。私の非公開リストには入れてますよって、うん、私はおばさんだし、女性のエロアカがどっからやってきたかわかりません。おもしグンピーさんをフォローしてくれて関係なかったらすいません。僕が、はい、エロスパムを呼び寄せてる可能性がある。どっかグンピーをフォローしてるということはで、送ってる可能性があると。そう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 、そう。一旦外させていただきました。そうだったのかよ。これ関係ない。でもスパムでもないんだけどね、うん。最悪や。おもろそうなバナー漫画クリックしたらドラゴン桜だった。今3巻まで買ったよ。次4巻読みます。わけわかんない。全然消化させてくれ。なんだ悔しかったのかな新しいやつと思ったら、ドラゴン桜で。3巻まで買った。ハマってる。もうね、これ関係ないんだよ。関係ないんだよ。すいません。来てますね、DM ね。うん。うん、やっぱ変な濁点当店とかね。うん。こういう、あからさまなエロ誘導。はい。スパムです。うん。お気をつけくださいよね。うん。今は DM ですけど。はい。ね、結構昔からあったじゃないですか。ああ、メールできたりね。そう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 ね。あの、メールの時代なんていうのは、うん、まあ、どっちもありましたよね。お金が当選しましたよとか。うん、なんかそういうのも、まあ。いろんな手口がありましたよね、うん。そうですね。あと芸能人のね、なんか、ごめん、これ、ちょっと嵐のメンバーに相談できないからさ、みたいな。本当に、うん、そう、ちょっとそれも見てみますか。うん、私はジャイアント馬場です。一言目、うん。アポ。マンションでも。アポ、おばんでございます。ジャイアント馬場です、はい突然こんなこと言われたらいたずらだと思われるかもしれませんが、うん、私はジャイアント馬場です、うん、世の中の人は私が死んだと思っていますが、実は生きているんです、うん、プロレスの不人気で借金がかさみ、死んだことにして借金を踏み倒すことにしたんですでも死んだことになっている以上、日本にはいられないので、うん、今、パパはニューギャルでひっそりとチューリップの造花を作りたいそんな、もっと肉体生かしてよチューリップの造花を作る内職をしていますが、日本へ送る送料が高くて利益が出せないねえよ、そんななんでだよ、なんでだよそこであなたにお願いがあるんです、はい、パプアニューギニアでプロレス興行をしてもう一花咲かせたいんです、うん、だからこちらに来て悪役レスラーになってください、うん、絶対言いたくしませんから一緒にスターになりませんかまずは下のアドレスから悪役登録をして入会金を振り込んでください。1試合で元は取りますからURL の後最後にアポおもろすぎますねおもろすぎますねメールから悪役登録をするんだ悪役の登録なんだもん。いや段違いのものですね懸命マルコだよピーヒャラピーヒャラパッパパラパーピーヒャラピーヒャラオドロポンポコリーン、うん、ピーヒャラピーウォーナケがフェッタウヨー、うん、ワオそんな方には、うん、働かずに飯を食ったたらふく食う方はここにお腹が減った人向けだったのねお腹が減ったよのあれなんだあの有名人のやつそれこそ、うん、差出人が、うん、タクヤなんつって、うん、タクヤタクヤで、うん、懸命参ったな、うん、映画の仕事の話、うん、ラジオの話もしたいし、うん、中井も用事があると言ってたから連絡を取りたいんだけど届いてないあタクヤから、うん、中井の話も出てで、もうその拓哉から続きて、はい、件名、もしかして、うん、間違いメールだと思ってる、うん、誕生日のこと、仕事のこと、これだけ揃えれば分かると思うんだけどな、うん、中井と二のこと、二宮が待ってる二のこと、二宮
これはちょっとエロいですね、うん、いきなりのメール失礼します、うん、久光さやか29歳の未亡人です、うん、お互いのニーズに合致しそうだと思い連絡してみました。ほうほうほう。自分のことを少し語ります、うん、昨年夏訳あって主人を亡くしました、うん、自分は主人のことを死ぬまで何も理解していなかったのがとても悔やまれます、うん、主人はシンガポールに頻繁に旅行に向かっていたのですが、うん、それは遊びのための旅行ではなかったのです、うん、収入を得るために私に内緒であんな危険な出稼ぎをしていたなんて。お、出稼ぎ。1年が経過してようやく主人の死から立ち直ってきました、うん、ですがお恥ずかしい話ですが、うん、毎日の孤独な夜に体のほてりが止まらなくなる時間も増えてきました、うん、ほてり。主人の残した財産は莫大な額です、うん、つまり謝礼はいくらでもできますので、うん、私の性欲を満たしてほしいのです。 お返事をいただけましたらもっと詳しい話をしたいと考えています、うん、連絡待っていますね、うん、まあこれ、うん、エロそうな、うん、ね、嘘のメールですね。そうね、うん、これのタイトルが、はい、主人が大アリクイに殺されて1年が過ぎました。大アリクイに殺されてました。あ、危険な仕事ってそこだったんだ。大アリクイに殺されてましたね。いやー、すごいね。信じられないかもしれませんが、私はチンパンジーです。はじめまして、サナエトイ言います。うん、キーボード越して、こうしてメールとしてメッセージを伝えてるだけではわからないかもしれませんが、うん、私はチンパンジーです。メスのチンパンジーです。2年にわたる知能訓練を受けて、自分の思考をこうして文章としてアウトプットできるようになりました。2年で、すごい。最初、私は自分を人間だと思っていました。うん、周りにいる他の人間と同様に。うん、しかし、様々な知識を得て、うん、自分が他と異なるのを理解し、うん、そして、チンパンジーであるのを今は知っています。チンパンジーですので、吉本新喜劇のお笑いぐらいしかギャグは理解できません。おいおい、そんな、どういうことだそれは。人間、対象の知能訓練を受けていても、うん、お笑いに関しては、亜人である大阪人と同レベルにとどまっています。すごいだろ、大阪は。人間であるあなたとは異なる存在です。しかし、今、私はあなたへの興味を止めることができない。うん、チンパンジーの中で人間に近い私と、うん、人間でありながらチンパンジーに近いあなたはとても似ている。チンパンジー呼ばれちゃってる。私があなたに惹かれたのはそこに大きな理由があります、うん、もちろんあなたのルックスが人間よりもチンパンジーに近い事実、そのことも大きいですから。だから自信を持ってください、うん、人間界ではブサメンでひもてなあなたでも、うん、チンパンジー界ではイケメンです、うん、あなたはチンパンジー受けする顔です。すごいね。いや、ここまで見ると面白いスパムだね。いや、面白い。そうね。でも何かと思ったらエッチな誘導だったんだね、これも。そうね、そう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 。そうなんですよ。気をつけてください、本当に。ね、スパム DM は味わいましたけども気をつけてください、うん、こんなスパムありましたよだったら送ってください、はい、うん、でもそれがスパムになっちゃうかもしれないんで。そうです、うわスパム来たって思っちゃうから。気をつけてください。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った皇帝、フルチンで踊る真剣な道家、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。